長谷川武氏は、日本の国土交通機関。港湾空港技術研究所特別研究主管。国土交通省航空保安大学校長を経て、空港施設顧問。熊本県立熊本高等学校を経て、熊本大学工学部土木工学科卒業後、1984年運輸省、入省。国土交通省航空局飛行場部建設課。 空港安全技術企画官や、国土交通省東京航空局東京空港事務所、次長、国土交通省航空局空港部計画課、空港計画企画官、国土交通省総合政策局参事官、国土交通省航空局航空ネットワーク部、空港施設課長、国土交通省航空局航空ネットワーク部、空港計画課長等を経て、2017年会場、公安、 航空技術研究所港湾空港技術研究所特別研究主管2018年国土交通省航空保安大学校長2020年空港施設顧問毎日フォーラム霞ヶ関ふるさとき熊本県毎日新聞2017年8月10日3つめ情報標準化 WG2002 年度報告書未来へ飛翔する羽田空港 その最先端技術沿岸技術研究センター第4回、那覇空港構想、施設計画検討協議会議内閣府、沖縄総合事務局平成21年8月24日、北東アジア輸送回廊ネット、交通網の将来、展望。新潟で10周年進歩、日本海事新聞2014年1月31日デイリー版3面、エアライン&、 アビエーション E メールニュース人事、国交省観光、航空関連マイナス7月7日付けトラベルビジョン2017年7月7日。ありがとうございます。